神には悠久の命がある。しかしその代償としてとわの虚しさと寂しさが伴う。とある神にとってはうつつよを見下ろす高天ヶ原でさえ退屈な場所だった。それは永遠に続く退屈さだった。その神は神の国よりも下界の陰界や妖怪、特に人間と妖怪が紡ぎ出す愛と憎しみのせめぎ合いに興味を惹かれた。求めても得られず、得ても手放してしまう。そして憎しみが交錯する。うつつよのすべてが果てしない輪廻に翻弄される。彼はその光景に惚れたのだ。気高く富む哀れみを知らない神を誰が敬うだろうか。神が邪心を抱けば高天ヶ原は堕落し、一瞬にして灰と化す。他の神々は危惧し始めた。あの異端者によって予言が成就するのではないか。神が予言を信じるなどくだらない。彼は背中の蛇を撫でながらそう一言言い放ち、その場を去った。統率者のもとで神々は彼に天罰を与えることになった。だが彼は失笑しただけだ。起こりうる未来を断ち切るためだ。高天ヶ原から消えてもらわねば。名もない罪のもと神格を奪う審判が下された。有罪となり、彼の言動や一挙一動全てが反逆とみなされた。神格が奪われ、魂は切り捨てられた。惨めな神は屍のように狭間に捨てられた。真っ暗で無のみ存在する狭間で、彼は顔を上げ天に向けて高々と笑った。下界の人間は正々流転するが、時代が変わろうとも彼らの貪欲さは変わらない。野心と欲望の匂い、蛇をくすぐった。禁断の儀式を信奉する陰陽師たちは欲に駆られ、生贄と引き換えに力を手に入れようとした。塔の中に積み上げられた亡骸は神の魂の肥やしとなり、災いの種をも育んでしまった。神の加護を求める秘宝は代々伝承されてきた。しかしその神の背中で舌なめずりする蛇の嘲笑を聞いた者はいなかった。貪欲と強欲という感情、この二つの感情が狭間に落ちた神を再起させた。若く欲深い陰陽師たちは神が作った大蛇の加護を求めた。しかし大蛇の主はよく分かっていた。清掃し目を閉じて祈っている者は従順でも謙虚な生き物でもないと。心の中にうごめいていた欲望と一族繁栄の希望が神へ最後の捧げ物を献上した。最も美しく純白な魂であるだけではなかった。それは源家当主が用意した全ての願いを込めた最後の生贄でもあった。人
間の傲慢さはまたオロチの主を喜ばせた。彼は初めて人間の手によって傷を負い、同時にこの千年で最も満足のいく答えを得られた。生贄として育てられた純白の魂、災いの兆しとして捨てられた闇の化身、あまりにも面白い捧げ物を前に神は戸惑った。これは罠か、それとも運命なのか。神は狭間で待ち続け、その間源家代々の陰陽師を利用し、切り捨てられた魂を作り直してきた。そして今ついに彼は晴れ舞台を迎える。生きるために争う人間と妖怪、欲望に支配される愛と憎しみ、漆黒の魂と純白の魂を生み出した最も混沌としていて最も魅力的な時代、神格を奪われてなお屈することのなかった神が殻を破り、うつつよに舞い降り、邪神と化して人間を裁き、善と悪の秩序を立て直すために。私は大邪神ヤマタノオロチ。邪神がうつつよに君臨する。